最低限のアイテムしか取得しないトアプリ HD やっていきましょう。まずは本動画の趣旨から解説していきます。このゲームにはたくさんのアイテムが登場するのですが、うまいことルートを組むことによって特定のアイテムは取らなくてもクリアすることができます。当然バグは使って壁抜けとか、フラグをへし折って別の場所に行ったりとかするんですけど、すべてのアイテムの一覧はこのようになっていて、だいたいストーリーをクリアした人ならばこれぐらいのアイテムは揃っていると思うんですが、今回取得しないアイテムはこのようになっています。釣り竿、パチンコ、弓矢、コピーロット、ホークアイ、陶器の馬笛、爆弾3つ中3つ、空き瓶4つ中3つ、そして最後にゴーストのカンテラとなっています。本ルートの一番の見せ場の部分が弓矢と爆弾を取らずにクリアするといったところになっていて、ゼルダは弓矢と爆弾なしには語れないほどこの2つのアイテムには頼り切っている部分であるんですが、その2つを回収せずにクリアしていきます。なので岩を爆弾で壊すこともできないし、弓矢で仕掛けを解くこともできない。ただそこはいろんなバグを駆使してうまいこと貫通したりして、抜けていきます。それでは始めていきましょう。まあ名前は何でもいいんですが、モードも辛口のもあるどちらでも大丈夫です。辛口モードはダメージが2倍になってハートが出てこない結構難しいモードとなっているので、まあノーマルモードで問題はないです。そして本動画で大量に出てくるバグ技に関しては、辛口ノーマルどちらでも両方とも、使えるので、まあ、腕がある人は辛口で始めてみるのもいいんじゃないかなと思います。相変わらずトワイライトプリンセスはムービーが綺麗すぎる。幼馴染のイリアさん、こんにちは。どうやらエポナ洗っておいてくれたみたいです。というわけで、せっかくね綺麗になったエポナを使って壁抜けやっていきましょう。まあ、本来であればこちらから右側から行って1日目のとある村のイベントを終わらすんですが、今回はその方法をせずにこちらの門を壁抜けしてフィローネの森の方向に最初から向かいたいと思います。本来ならば1日目で来れないんですけど、そこを無理やり1日目で突破します。まず壁抜けなんですが、これがちょっと難しくて、こちらの角に向かって少しずつ歩いていきます。そして右上の A のダッシュのアイコンが左から数えて3本目のツタというかロープか、ロープの一番上に来るように角度を調整します。この間は注目は長押ししておいてください。そして重なることが大体成功したら、今度は左に向いて奥に見えているピンク色の花に向かってエポナが一直線上に向いていることを確認したら、スティックを下、そして前で、そこから少し左に向いてエポナのお尻にあるピンク色の花が完全に埋まるような角度調整にすれば成功です。これちょっと左に向きすぎなので少しだけ右に、これぐらいかな。エポナが少し動いてると思うんですが、半分見えて半分見えてないぐらいの角度ならば大丈夫です。そしてこの状態で一度門にアタックして横飛びでエポナの後ろ足に重なります。重なることができたら R スティックでカメラを固定しておいて、スティックをまっすぐ倒しながら少しずつ左に入力していく。するとポッてずれる場所があるので、こんな感じずれました。ずれたら A ボタンでアタック、するとリンクがガタガタガタってなるんですけど、これ何回かしていると壁抜けします。こんな感じに。こちらの壁抜け成功しない場合は、エポナの位置、角度、で、リンク君の位置、角度、それぞれが噛み合っていないと思われるので、壁抜けしない場合は最初から角度調整していてください。というわけで、門抜けして、本来2日目に来るはずのフィローネの森に向かいます。こちらのフィローネの森は、ラトアーヌ地方のこちらのとある村と完全にイベントが隔離されているので、現在夕方なんですけど、このままフィローネの森に行くと、急に真昼になります。それに加えてフィローネの森では勝手にタロが捕まっているので、そのタロを助けに来ます。そしてエポナさんなんですが、柵があって、っていうかゲートがあって来れなかったんですけど、笛吹けば貫通してこっちに来るので、このまま乗ってフィローネの森の探索、いや、タロの救出イベントをやっていきましょう。この壁抜きによって何をスキップできるのかというと、釣り竿とパチンコの2つのアイテムを入手せずに、フィローネの森に来ることができます。釣り竿は昔重要アイテムだったんですけど、今は使わずに攻略することができます。そして記念すべき最初のアイテム、カンテラ。カンテラは最初のダンジョンから最後のダンジョンまで幅広く使う結構重要アイテム。チャッカマーン。あ、ちなみに木刀も取りません。まあ、木刀に関してはトワロの剣で上書きされてしまうし、途中で紛失してしまうアイテムなので、特に気にする必要はないかなと思います。
というわけで、タロがなぜか捕まっています。ちなみにこのまま村に戻れば普通にタロいるので、まあ、多分生き別れの兄弟か何かですね。そして問題がここなんですが、本来ここはこの2体のボコボリンを倒して、なおかつ、あの、檻を壊すっていう手順が必要になるんですけど、現在いろいろなアイテムをスキップしていて、そのうちの木刀をスキップしてるので、あの、リンク君丸腰で攻撃手段がないんですね。なので、あの柵実は壊せません。リンク君では。というわけで、ボコブリンの力をお借りしましょう。この柵実は、リンク君じゃなくて、ボコブリンの攻撃でもこれ壊してもらうことができるので、ボコブリンの力を利用して壊してもらいます。OK。こんな感じに壊してもらうことができれば、あとはこのボコブリン2体を倒すだけなんですが、まあ、これが非常に厄介で、木刀がなくてもパチンコがあれば倒せるんですが、パチンコすらスキップしていて、当然カンデラでは攻撃できないので、倒しようがないと。というわけで、この2体のボコブリンどうするかというと、押していきます。ちょっと押して、向こうまで持っていきます。ボコブリンはなぜか接触していると攻撃してこないので、このまま押していくことができます。そして押してきたら、この店の中に入れます。そこですね。そこに入れます。ここもうちょっと後ろ。そこに入れて、こちらの鳥さんですね。ほら、悪者は成敗すると言って殴ってくるんですけど、あ、てかなんか出てるし。出るな。え？てかなんか敵対しないんですけど。なんかバグってボコブリンが敵対しなくなった。何これ。このまま押して中に入れて、そしてこの鳥さんに攻撃を当てます。4回攻撃当てると倒せます。これをもう1回繰り返しましょう。2匹目のここに入れて、鳥を利用して倒してもらいます。よしよしよし。そしてここで倒せば、こんなに離れていても倒したことに感づく太郎。鷹の目の太郎。というわけで、1日目終わったので、本来2日目に来るんですけど、2日目飛ばしてこれ3日目に来ています。まあ、リンク君丸1日寝てたのかな。そして現在2日目を飛ばして3日目に来ているので、これ少しおかしい現象になっていて、現在こちらの美人な奥さん、カゴが流されていってすごい心配そうに、川島を見ているんですが、話しかけると、謎に、すごい体勢取ります。これ何？まあ、出産に備えて筋トレをしていると捉えていいのかな？すごい笑顔。あら、リンク、これから出発の準備？あなたがハイラルに行ってる間、しばらく寂しくなるわね。本当に怪我にだけは気をつけて無理しないようにね。というわけで、現在この妊婦さんは2日目の挙動をしているんですが、話しかけると3日目の内容を話します。その関係で、体勢がおかしくなります。これ何なんこれ。ちなみにこのように2日目を飛ばしてしまうと、釣り竿はもう二度とゲットできなくなるので、気をつけましょう。そしてここにもおかしな現象が起きていて、木刀を取っていないので、イリア姉ちゃんのところに行くの？僕もなんだけど、あいつらが、誰もいないです。まあ、本来はね、ここに木刀を取っていると、当選棒する太郎がいるんですが、木刀を取っていないので、登場しません。ま、このコリンは、何か見えるものが見えているのでしょう。まあ、誠の目を持っているのかな？そしてエリアさんがブルブルにさらわれてしまう。そして気づいたら狼になってました。ここから狼リンク君のパートが始まっていきます。そして今から盾と剣を取りに行くイベントをやるんですが、この盾と剣を取るイベントを丸々カットする技があるんですけど、それしてしまうともう剣も盾もないと、さすがにこれより先は剣と盾がないとね、敵倒せない、ボス倒せないので、最低でも剣はいると。で、正直盾は全くいらないんですけど、盾を取らないと剣が取れないので、もう仕方なく今回は盾を取ります。フォアプリの盾は結構無能で、あんまり使い道がないです。スカイウォードソードの盾は結構ね、パリが使えるので、なかなか便利ではあるんですけど。フォアプリの盾は、奥義も取らない限りはあんまり使い道はないです。そしてトワルの剣ゲット。マスターソードゲットするまではこの剣で戦っていきます。そしてトワイライト解放ですね。リメイクにあたってトワイライトの解放に必要な光の虫の数が16から12に、4つずつ減っています。各地方それぞれ。なので結構リメイク版のトワイライト解放は楽です。それでは1つ目のダンジョン森の神殿入っていきましょう。
ちなみに現時点でゲットしてるアイテムはカンテラのみとなっています。で、パチンコがない関係で少しここ難易度上がってます。で、このダンジョンはパチンコが前提にあることで作られてるんですけど、このスタルウォールがね、パチンコがないと倒せないんですよ。まあ、剣は完全に効かなくなっているので、じゃあどうするのかというと、まあ、都合よくデクババ君が2体いるので、このデクババ君の種を利用して倒します。片っぽに注目して右側からなら手前のやつに当たります。そしてもう1体のデクババ君も利用して、うまいこと立ち位置合わせて、この辺からドーンで倒せます。これでパチンコなしでもこのツタを登ることが可能です。このダンジョンは猿を助けていくダンジョンになるんですけど、すべての猿は助けません。なぜならば、ブーメランがあるからです。最低限助けなければならない猿は全部で2匹となってます。で、現状2匹助けたので、これ以上猿は助けません。あとは自分で勝手に助かるだけ。2匹目の猿を助けることによって、こちらに向かうことができます。こっちに行くことさえできれば、もう猿はいらん。本来ここの扉は、中ボスを倒した際の帰り道となる場所なんですが、うまいこと、壁を貫通すれば、逆走することができます。タイミングを見計らって、今ぐらいですね。で、アタックすると、柵の、縁側に立つことができるので、このまま回転して、向こう側に渡れます。そしたら今度はタイミングよくジャンプします。今かな?よし!これで本来は猿を4匹助けてこちらから来るんですが、それを逆走して中ボス戦ウーク行きましょう。ウークは柱をジャンプする数がランダムになってるんですけど、最低2回。1、2、3、4、5、6、7。7回はちょっと運が悪いですね。1、2、あ、2回は最速。そして今回このウーク戦で初めてのまともな戦闘になるんですが、少しこちらのトワイライトプリンセスの戦闘システムについて、解説していこうかなと思います。というわけで、最強アイテム疾風のブーメランゲットでございます。最強です。このゲーム史上最強です。もうとにかく最強です。リンクくんが飛べます。空を飛べます。空を駆ける少女になれます。このゲームの剣術には特定の攻撃は威力が上がる技となっていて、それが4つありまして、1つ目がジャンプ斬り、2つ目が回転斬り、3つ目がアタック後の突き、そして最後が4連斬りの最後。こちらの4つの技に関しては、通常の攻撃より威力が上がる技となっています。どれぐらい威力が上がるのかっていう倍率は敵によって変わっていて、例えばボコブリンの場合は 1.5 倍。先ほどのウークの場合は3倍になります。どの敵にどの技で対処していった方がいいのかっていうのは、しっかり覚えておきましょう。それではこのゲーム最強と言われる疾風のブーメランがどれほどやばいのかっていうのを説明していきましょう。こちらのここの段差からあの奥の段差、あそこまでジャンプ切りで飛ぶことができるようになります。この距離です。通常ジャンプ切りじゃ当然届きません。向こうにジャンプ切りしてもこの辺までしか届かないので、全然届かないのですが、特定の場所にブーメランを投げた後にジャンプ切りすると余裕で届きます。これがロングジャンプアタック、略して LJA と言われる技なんですが、この LJA で行けない場所ってなんかほとんどなく、例えばここ、余裕で届きます。ここ本来来れない場所で、猿に貫通することができたりするんですけど、ここも一番上から、ブーメラン投げて、ジャンプ切りすれば落ちます。この LJA っていうのは全ての場所で発動できるってわけではなく、少し特殊な発動条件があるので、今みたいに発動条件を満たしていないと地面に落ちたりします。地面に落ちるというか、下に落ちるというか。その発動条件っていうのが、ブーメランの真下にある床が、リンク君のいる床より高い場合、もしくは地面の下がこのように何もない場合にジャンプアタックすることによって、ものすごい距離を飛んでいきます。なので、こちらの、坂道の上から坂道の下にブーメランを投げると LJA は成功しません。こんな感じに全然飛ばないんですけど、坂道の下からブーメランを投げて、ブーメランがリンク君より高い位置にある場合にジャンプ切りすると、こんな感じにものすごい飛距離飛んできます。通常ではこれぐらいしか飛ばないので、なのでブーメランを投げる位置っていうのはしっかり、確認しておきましょう。ただそれほど、そこまでシビアな技ではないので、正直そこら辺に適当に投げても案外成功したりします。そしてボスのディアババになるんですが、
このボス非常に厄介で、まあ通常通り倒そうとすれば倒せるんですけど、ものすごいスタイリッシュでかっこいいウークレスと言われる技があるので、そちらやっていきましょう。まずはこちらの虫を回収して右の虫に注目しておく。でこの虫を使って倒す。そしてこのゲームはムービー中には爆弾のタイマーは、カウントされません。さらにブーメランを爆弾に当てると爆弾の起爆タイマーが、ゼロにリセットされます。その性質を利用してこちらの2つの爆弾をうまいこと時差を利用してこのディアババ本体に当てていきます。かなり難しいんですけど、投げてバックステップバック中、後ろに下がって投げてバック中、手前の虫をロックオンして向こうに投げます。すると1つは当たって1つは当たらずに帰ってくるので別の場所になります。その隙に2発強攻撃当てて上に向かってブーメランでもう一度当てる。で地面で模様を見てタイミングよくジャンプ切り、回転切りでジャンプ切り当たらないということでウークレス成功でございます。本来は第2形態は虫がいなくなっていて中ボスであるウークが爆弾を持ってきてくれるんですけど、そのイベントを丸々カットできます。まあブーメランがあれば猿はいらないというのは先ほどから言っている通り、中ボスであるウークであれどブーメランがあればスキップすることができます。まあ普通に倒しても全然問題はなし。そしてハートの器は必要のないアイテムなので取りません。ただね、ハートが3つで攻略していくっていうのはかなり厳しいんですけど、まあそこら辺は技量でカバーしていきましょう。さて1つ目のダンジョンが終わって今から次の大地に向かう途中なんですが、現在入手しているアイテムはこの2つです。疾風のブーメランとカンテラのみとなっています。そしてここで3つ目のアイテムである空き瓶を購入します。空き瓶は一応通常プレイならばなくてもいけるんですけど、今回はいります。絶対にいります。っていうか通常プレイでは本来別の場所から空き瓶って絶対ゲットするので特に気にすることはないかなと思います。この空き瓶があることによって弓矢そして爆弾、この2つをスキップすることができます。かなり有能アイテム。やっぱり空き瓶はねゼルダではかなり有能なバグに使える悪さができるアイテムになっているので、それではこの3つのアイテムを携えて次なる大地へ向かいましょう。さて再び獣リンクくんの出番です。あ、ちなみにここに木刀落ちてます今回のルートでは木刀取ってないのでこれが何なのかちょっとよくわかんないですね。そして現在は橋がないのでこの橋を持ってこいと言われるんですが、橋はこちらのフィロネの森北にあるんですが、あえて南に行きます。逆張りの精神で。そしてハイラル平原に出て本来に向かう方向とは真逆に向かっていきます。あちらに向かうと3つ目の大地ラネール地方に続く道があるんですが、門で閉ざされています。なのでその門貫通しましょう。さてこちらの門なんですが、こちらの門を抜けていきます。でこのブルブリンたちはちょっと邪魔なので処しておきましょう。なぜ後ろのやつは気づかない。そしてこちらの壁抜きなんですが、これ非常に簡単で、だいたいリンク君の位置この辺で大丈夫です。この辺でカメラをだいたいこの辺に向ける。左にある柱、2本柱があると思うんですが、その2本目の柱の一番左の辺が画面の左側に来るように。そして注目を入れながら B で門を揺らします。こんな感じに揺らした後に横飛び連打。運がいいと抜けれます。運が悪いと抜けれない。こんな感じに。そこまで難しくないです。ブルブリンを倒しておけば何回でもチャレンジできるので、髪の毛頑張って抜けましょう。すると後ろ側からラネール地方に来るので少しおかしなことになります。かなり遠距離にいるんですが、オルディン大橋じゃなくてラネール大橋かの方に飛ばされます。でここ本来トワイライトのムービーなんですけど通常世界にこのトワイライトのブルブリンがいるっていうなかなかおかしい状況。いや飛ぶねー。で背景バグってますグリーンバックになってます。右側これなんでなんでしょう。右側はね、いや右どころじゃねえな、左側もすごいね。グリーンバックになってちょっとバグってます。まあ本来ならば通常ではここには来れないので、まあ特にテクスチャーは作ってないっていった感じなのかな。そして炎のグラフィックないね。今気づいた。あ、炎のグラフィックないけど炎はあるわこれはちょっと初めて知りました。まあ、ここってトワイライトの世界で来るのが本来のイベントなので、光の世界の状態で来るとこういう感じにバグるのね。あ、で死ぬとトワイライトになるのか。へー、これは何気初めて知りました。
まあ通常通りイベントをこなしていきましょう。そして二つ目のオールディン地方、火山デスマウンテンの火山があるオールディン地方を飛ばして、ハイリアコのあるラネール地方に侵入しました。このままラネール地方のイベントを進めていきましょう。オールディン地方など知らん。ちなみに先ほどチラッとオールディン地方に入ったのは、人間状態から獣状態になるためです。マナマスターソードはゲットしていないので、自由に変身することはできないので、一度オルディンのトワイライトに入ることによって、獣状態になりました。こちらのワープポイントを解放したら、再びオルディン地方に戻ります。実はオルディン地方をスキップするわけではなく、先にラネル地方に来ておくことによって、後々長距離を走らないといけないところをスキップできるよといった技です。あんまり意味はないです。どちらかというと、壁抜けして、先にラネル地方に来れますよっていう見せプがしたかっただけです。そしたらオルディンのトワイライト解放をやっていきましょう。というわけで、オルディのトワイライトの解放が終わったので、本来ならば今からアイアンブーツを取りに行くんですが、アイアンブーツを取りに行かずに、反対側に行きます。ここも逆張り精神で行きましょう。こちらの奥からフィローネの地方に本来は向かっていくんですが、あそこ、岩があって、この奥行けないんですけど、この奥行くには爆弾が必要になってきます。で、爆弾っていうのは、ゴロン鉱山を一度クリアしないと購入できないので、つまり二つ目のダンジョンを攻略しないといけないと。まあそんなめんどくせえことはしないよということで、こちら壁抜けではなく、壁の下を通って、いや、床の下を通っていきます。もう少しカンデラの油が少なくなるのを待ちましょう。まあ半分ぐらい減っていれば大丈夫かな。ここの崖限定なんですけど、エポナが落ちます。本来エポナって崖に行くと急ブレーキかけて落ちないようになってるんですが、ここのギリギリだけその判定がなくなっているので、エポナで落ちれます。そしてその落ちている最中に空き瓶でカンテラの油を補給します。行きましょう。落ちている最中に油。すると落下判定すら超えて橋の下に来れます。このまま先ほどのラネールのトワイライトの入り口に向かいます。奥にちょっとね、グラフィックバグってるんですけど、あのグリーンバックの背景を目印にして一直線に進んでいきます。すると、トワイライトの範囲に入って、侵入できます。やったぜ。これで爆弾スキップ。爆弾もとい、ゴロン鉱山、二つ目のダンジョンスキップ。これをすることによって、ゴロン鉱山でゲットする弓矢、そしてここに来るための爆弾、この二つのアイテムを空き瓶一つだけで、スキップすることができます。いいね。で、まあ弓矢も爆弾もなしに、この先大丈夫なのって思う人もね、たくさんいると思うんですけど、まあ正直大丈夫ではないです。特に爆弾。弓矢に関しては、まあなんとかなるんですけど、爆弾に関しては、ないと結構、支障を来す場面があるんですけど、まあその都度、壁抜けしたり、本来ゲットできないアイテムを先にゲットしたりして、カバーしていきます。それじゃあ、ラネールトワーライト解放をやっていきましょう。なぜかそっぽを向かれる。まあその服の代わりようじゃねえ。ゼルダ史上一番好きなムービーかもしんねえ。ふぬけどもね、二度と来るな。おや？若い剣士さんが一人残ってるじゃないか。この剣士さんがお供してくれるらしいからすぐ支度しな。あの子の知り合いなんだね。今は名前も思い出せないんだよ。残念だけど。というわけでエリアさんは記憶喪失に遭ってました。道で倒れていたこの子を危険を承知して必死に助けようとしているのさ。このハイラルにいる兵士どもよりよっぽど勇気があるよ。力になってやりな。任せろ。たとえ馬車が燃えたとしても守ります。で、あのブルブリンがいると
知っているのかい？いや、知らないっす。いや、知らないです。あいつのことは任せたよ。まあ、本来ならば、キングブルーブリン1回目と戦ってるんですけど、そのイベントもスキップしてるんで、初対面です。で、非常に厄介なのが、このキングブルーブリン2回目なんですけど、キングブルーブリン2回目に関しては、剣が通用しません。で、倒すには爆弾か弓矢、この2つが必ず必要になってきます。当然今ゲットしてるアイテムは、カンテラ、空き瓶、ブーメランしかないので、あのキングブルーブリン倒せないんですね。ということで、キングブルーブリン戦スキップしましょう。こちらから壁抜きします。うまいことエポナの位置を合わせて、タイミングよくエポナを降ります。そしてこの角に行ってスティックまっすぐ倒すと、すり抜けて落ちます。落ちると、なぜか橋にリスポーンして、キングブルーブリンはいなくなってます。そして画面右下、なぜか影も2個ゲットしてます。このね、すごい胸の大きなおばさん、テルマさんやったかな？テルマさんが怪力で倒してくれました。キングブルーブリンは、イノシシごと跡形もなく消え去ってます。で、後々のバグのために、盾を燃やしておきましょう。まあ、盾は燃やさなくてもいいんですけど、燃やしておくと、後々の技が楽になります。そして現在こちらの荷車には、ゾーラ族の王子、ラルス王子と幼馴染のイリアさんが馬車に乗っています。その馬車を護衛していくイベントなんですけど、この場所の護衛するイベント、ちょっと面白いことができまして、ここでもうやはりブーメランのね、ロングジャンプアタック、略して LJA が、ものすごく役に立ちます。ここら辺で爆弾を投下してくるアーゴロックがいるので、倒しておいて、このまま先に進みましょう。ここのアーゴロック倒しておかないと、ここの細道で、ミドナさんに止められてしまうので、これでこの奥に行けます。まあ、荷車を守ってくれと言われているんですが、そんなの無視して突っ走りましょう。で、画面上ね、荷車燃えてるんですけど、まあ、女の子も乗ってるけど、まあ、先に進みましょう。まあ、先にゴールしたものの勝ちということで、こちらの門抜きます。で、こちらの門、普通に行こうとすると、ミドナさんに止められます。ゾーラ族の子供を助けといた方がいいんじゃないのか？ゾーラの外で死んだジョーに言われたろ、あいつを助けたら特別な力をやるって。で、助けろって言って戻されるんですが、まあ、この判定結構狭いので、ブーメランで、飛んでいけば大丈夫です。通りは越えました。あとは安静にしていれば回復に向かうでしょう。まあゾーラ族って火に弱いイメージがあるけど、多少燃えていても大丈夫っぽいね。そしてゾーラ族の王子を助けたということで、こちらのゾーラの鎧をゲットすることができます。でゾーラの鎧に関しては、内藤コテの神殿に行けないし、クリアすることもできないので、これは必須アイテムになってきます。それと、このゾーラの鎧に加えて、コテの神殿を攻略するには、アイアンブーツが必ず必要になってくるので、アイアンブーツも取りに行きましょう。そして、ここから少し面白いことになるんですが、思い出してほしいのが、本来のこのアイアンブーツのイベントっていうのは、オルディン地方のゴロン族のイベントです。で、現在装備しているゾーラの鎧っていうのは、ラネル地方のイベントのものです。こちらのゾーラの鎧を装備した状態で相撲することってできないんですね。ただ、ゾーラの鎧を装備した状態で、服を脱ぐイベントの相撲を行うことによって、リング君の体に少し変化が訪れます。基本的には相撲が始まった際に全ての服は脱いで特殊な、服装になるんですが、ゾーラの鎧を装備していると、なぜかリング君の顎にヒゲがつきます。真っ黒なヒゲがつきます。バグです。で、相撲に関しては運ゲーです。勝てることを祈りましょう。一旦キルはできなかった。イエス。これでも、アゴヒゲリンク君とはおさらばです。というわけで、アイアンブーツゲットでございます。アイテムとしては4個目のアイテムです。アイアンブーツはコテの神殿だけではなく、天空都市でも使います。それでは全ての準備が整ったので、3つ目のダンジョンであるコテの神殿へ向かいましょう。ちなみに、2つ目のダンジョンであるゴロン鉱山は、入りすらしません。なんならもうゴロン族とはもう会いません。さらばじゃ。で、ここからハイリア湖に行くんですが、20ルピー払えばこの下に降りれるんですけど、ちょっとそんなお金ないので、ここから壁抜けして向かいましょう。それでは、固定の神殿に必要なアイテムのおさらいしていきましょう。まずは、ゾーラの鎧、そしてアイアンブーツ。この2つはマゲットしたんですが、それにもう1つ、水中爆弾というものが必ず必要になってきます。で、ボム袋を持っていないので、当然水中爆弾は取れません。取れたとしても取りません。で、あちらの岩がね、あって、小手の神殿入れないんですけれども、これ、なんか喋ったら、教えてくれるかな？
この岩の奥はかつてゾーラの神殿と呼ばれた我々の聖地。しかし今は魔物に襲われ溢れ返っています。我々の力では入り口を岩で塞ぎ、奴らを中に閉じ込めることしかできなかったのです。お前らがこれ閉じ込めたのかよなるほどね。で、それをまあ水中爆弾で壊すイベントがあるんですけど、まあ壁抜きしましょうということで、ピラークリップって言われる技を使います。これがものすごい簡単で、この角に立ちながら右側の丸印が4つあると思うんですけど、それの真ん中の2つの丸印を画面右端に合わせます。これぐらいですね。これぐらいに合わせて、あとはアイアンブーツを塗りながら真上に泳ぐだけすると、トゥルって壁抜きします。これがピラークリップと言われる技で、こちらの柱を利用して、壁抜きしました。そしたらあとはあちらに向かって行くだけで固定の神殿に不法侵入です。これで、水中爆弾のイベントをスキップしました。ただこの先にも水中爆弾が必要になってくる場所が来るので、そこも随時壁抜き使ってやっていきましょう。ここは爆弾を使ってこの鍾乳石を落とすんですが、まあ爆弾もなければ矢もないので LJA で飛んでいきましょう。でここもこの岩の頂点に立ちながら LJA するだけで簡単に上に登れます。そしてここも特定の位置からこことここにロックして LJA で飛んでいきます。よし。そしてこの奥は通常通りならば水を流して水門を回し、こちらのたらいを回すんですが、まあそんなことしなくても LJA を使えば向こうに渡れるので渡っていきましょう。で、ここから小さな鍵を回収して、この奥に向かいたいんですけど、通常通り向かうとなるともう一つ小さな鍵が必要になってくるので、こちらの宝箱の上から LJA して飛び越えていきましょう。もうマジ、ブーメランの LJA はね、最強すぎてね、ダンジョン内では大活躍。そしてここの壺、何のためにあると思いますか？当然、ルピーを回収したり、ハートを回収したりする用の壺と、思うんですけど、まあ、プロフェッショナルになってくると、こちらの壺はね、ここの水中爆弾が必要な岩を貫通するためにあると。ということで、壺に押し出されてこの微妙な隙間に入ります。あとは A ボタンを連打して泳いでいれば、リンク君が少しずつ前進して、壁抜け完了。これで水中爆弾が必要なポイントもカットです。そしてデックトードなんですが、すべてのオタマジャクシを倒すと上に飛ぶので、あとは落ちてくるところを殴るんですが、ちょっと難しくて、1、2、1、2、1、2、1、2、1、2、あ、一発ミスった。うまいことディレイを入れていくと、全部で10発殴れます。ただこのディレイ入れるタイミングっていうのが、なんと猶予2フレーム。このゲームのフレームレートは 30fps のゲームなんで、猶予2フレームっていうのは 0.06 秒。もう人間じゃ判断できないぐらい、刹那の一瞬ですね。まあ、感覚でやるしかないんですけど、この猶予2フレームっていうのを合計20回やらないといけません。1、2、1、2、1、2、1、2、1、2、うん、これを全て成功していると20回攻撃することができて2ターンキルできるんですけど、今回は失敗しました。悲しい。ちなみにデクトードは強攻撃は 1.5 倍しか入らないので、通常攻撃でいっぱい殴った方がダメージは出ます。そして5つ目のアイテム、クローショット。これはもう必須。必須級の必須。固定の神殿だけではなく、これから登場するダンジョンすべてに使います。まあ、すべてのダンジョンに行くとは言ってないけど。それでは、ここのダンジョンのボスキースキップやっていきましょう。本来ボスキーゲットするには、水中爆弾がまた必須になってくるので、まあ、水中爆弾はないということで、壁抜けしてボス部屋に侵入しましょう。まずはこちらの縁ギリギリに立ちまして、滑り落ちたらバック中、回転切りを貯める。少し左に行きながら、回転切り、バック中、バック中、バック中で降りると、髪抜け成功！オッケー！これ結構難しいんで、一発成功してよかったです。これでボスキーが必要なところをスキップ。このまま、モーフィール倒して固定の神殿は終わりにしましょう。モーフィールなんですが、第一形態は、強攻撃が3倍に入るので、強攻撃で殴りましょう。一発与えると第一形態即終了です。もし通常攻撃を当ててしまうと、ムービーが入って爆弾の魚を出してくるムービーが入るので、ちょっと遅くなります。そしてモーフィール第二形態。これすごいかっこいいテクニックがありまして、アイアンブーツを履いた状態でクローショット。そして、最後の4連撃が入った瞬間にアイアンブーツを装備から外してすぐにクローショット。すると、掴めます。
で、もう一度、1、2、3、4、今度はアイアンブーツがないので振りほどかれるんですが、そのまま右下に泳ぐことによって目の前に現れるので、クロを当てたかったです。クロを当てます、当てます。失敗はしてません。で、とどめさして終わり。これがクローショットじゃなくてアイアンブーツを使った強制的に振りほどかれるのを、カットする技です。でかした、最後の影の結晶石、約束通りもらっていくぞ。実はこの鍵の継承石っていうのを3つ分かれていたのを、回収するたびに出ていました。で、1つ目はディアババ倒してゲットしたんですけど、3つ目、これ3つ目です。2つ目はちょっとカットしたんですけど、そこら辺に落ちてました。どっからどう見ても3つ目です。うん。あれ？これメニュー画面で見てもなんか1個しかないんですけど。あれ？これあれか、二つ目取らずに三つ目取るとこれ更新されないのか、このメニュー画面の。いや二つ目取りましたよ。うん、二つ目取ったよ。うん、取りました。だってミトなんか最後の決勝先って言ってたから取りましたよ。ほら三つあるでしょ、ちゃんとね、ちゃんと三つ集めたんでね。というわけでマスターソードをゲットでございます。マスターソードをゲットしたことによって人間と獣を自由に変身できるようになります。さらにワープもできるようになります。私と一緒にハイラルのどこかにある陰りの鏡を探してくれないか。その陰りの鏡こそがザントに繋がる残された唯一の鍵なんだ。というわけでこれからは陰りの鏡と言われるものを探す旅に出ます。それぞれ砂漠、雪山、時の神殿、天空都市に分かれています。で、本来ならば、先に砂漠に行くんですが、砂漠はね、どうしても爆弾が必要になってくる場所があるんですよ。なので、代わりにチェーンハンマーを取りたいと思います。チェーンハンマーっていうのは爆弾の代わりになるアイテムになっているので、本来ならばスノーピークって行くことができないんですけど、うまいことはバグを利用して、早期にスノーピーク侵入して、先にチェーンハンマー取っちゃいましょう。スノーピーク自体は、麓まではこんな感じに行くことができるんですが、この奥に行こうとすると、リスポーン判定があって、雪山の吹雪がすごい吹雪いていて、今の状態で行ったら投資してしまう。なので、別の方法を探そう。っていう風にミドナさんが言うんですけど、その、リスポーン判定っていうのを、この獣の大ジャンプを利用して飛び越えます。ここまでは走ってこれるんですけど、これ以上行こうとすると、リスポーン判定が目の前にあって、先には進めません。そのためには砂漠をクリアして、釣り竿を使って匂いマスを釣らないといけないんですが、うまいことすれば、ここは飛び越えることができます。ひどい吹雪だ。どうやら管理はされていないようだな。闇雲に突っ走っても命を落とすときだ。とにかく今引き返そう。って言われるんですけど、大丈夫です。なぜなら、自分には、獣の大ジャンプの脚力がついているから。ここちょっとね、解説しようと思ったんですけど、解説しきれないぐらい細かい部分ではあるので、今回は解説なしでやっていきます。とりあえず1体は排除しておいて、さあ2匹目。これ一発成功したら、なかなかでかい。タイミングを見計らって、この辺りで左上。掴んで右下。で、しばらく置いてからジャンプ。オッケー！一発成功。これで目の前にリスポーン判定があるんですけど、それを飛び越えました。あとは左からぐるって迂回することによって、本来砂漠の処刑場をクリアした後に訪れるスノーピークに突入することができると。そうすることによって、先にチェーンハンマーをゲットすることができるので、爆弾が必要な場面を、チェーンハンマーで代用することができると。そして、チェーンハンマーは絶対に取らなければならないアイテムのその位置なので、先にチェーンハンマーをゲットすることによって爆弾を取らなくて良くなります。爆弾がないせいで、固定の神殿ではいろんな壁抜けしたり、今回の、チェーンハンマーを先に取りに行ったりといったルートを使っているんですが、そこまでしてでも爆弾は取らない。そうすることによって、アイテムを1枠削ることができます。邪魔。さあ、雪山の廃墟、やってきました。本来ならば、5つ目のダンジョンですね。で、こちらの部屋は、本来宝箱がね、ここにあるよってことを示すだけの部屋になってくるのですけれども、そんなものを LJ の餌食ということで、LJ で飛び越えていけば逆走です。で、ここ、クローショット裏側からなら貫通します。で、ここも本来チェーンハンマーで揺らすんですが、LJA で、飛んでいきましょう。ちょっとブーメランの動きが良くなかったね。ここは壁を貫通させます、ブーメランに。壁を貫通してくれたら、ジャンプ切り。壁の奥には、落下判定はないので。そして小さな鍵。取ったら帰りましょう。で、ここで HP 減ってしまうのが結構辛いかもね。
この後の中ボス戦なかなかに強いので、一発もダメージを食らえない状況になっている。まあ、本来ハートのツア取っていれば、保険がかけれるけど、ハートのツア取らなくてもいいアイテムなので、どっかにハートねえかなぁ。ねえか。じゃあ進むか。ここね、鍵これ、裏側からでも開けれます。あ、勇者なんでね。そしたら、獣に変身して、あそこのブリザードを倒すことによって、中ボスのハンマーナックスに生きるんですが、倒すには爆弾が必要になってくるので、まあ、爆弾はないと。というわけで、壁貫通しましょう。一旦左に向かして、獣でダメージを食らいます。無敵時間中に B アタックすると壁貫通するので、後ろ側から開けます。で、先に雪山来ていると、ハンマーナックのムービーがなくなります。で、あとはダメージを食らわないようにして、飛んでいく。あ、食らった。もう一発は耐えれるね。よかったよかった。あとは回転切りを当てるだけ。ハンマーナックは、強攻撃が3倍に入るので、回転切りまたはジャンプ切りでダメージを与えていきましょう。そして、ハンマーじゃなくてチェーンハンマーゲットです。これが、6個目のアイテム。チェーンハンマー。チェーンハンマーは爆弾の代わりになるので、今後とも使って、あ、扉開く先間違えた。ガキン。ここで死ぬ予定ではなかったんですけど、もう一度壁抜けして、あちらの反対側の扉に100ルピーがあるので、それを回収しておきましょう。天空都市に行くために300ルピー必要になってくるので、それの資金ですね。100ルピー。それでは砂漠地方を攻略していきましょう。そしてここですね、ここが砂漠で唯一爆弾が必要な場所。このスタルホスを倒すには爆弾がチェーンハンマー絶対に必要になってきます。なのでわざわざスノーピークに登っていって、先にチェーンハンマーを取得しました。チェーンハンマー自体はザントを倒すのに必ず必要になるので、結局後々取らないといけないアイテムなので、先に取っておけば爆弾の分をカットできると。ちなみに砂漠の処刑場はこちらの3つある食材に全てに火を灯せば、この奥の扉が開いて奥に進めます。現在2つ灯したので、あと1つですね。さて、これで3匹目のゴーストを倒して、火が灯ります。というわけで、3つある食材に全てに火が灯って、扉が開きます。まあ、どっからどう見ても食材が3つですね。なんかこれ、バカには4つに見えるらしいんですけど、自分には3つしか見えないですね。現に扉開いてるしね。ここでもスタルホスが3体出てくるので、しっかりチェーンハンマーで倒していきましょう。はいよー。あ、外した。もう1発。とどめ。こうしないと、スタルホスは復活するので、無限に。だから、粉々に粉砕するために爆弾もしくは、チェーンハンマーが必ずいります。さて、中ボスのゴベラの剣です。こちらのゴベラの剣、英語名はデスソードとなっていて、めちゃめちゃかっこいいんですけど、日本語名はゴベラの剣です。このゴベラが何なのかちょっとよくわかんない。第一形態は特に言うことはないんですが、第二形態がこれ少し面白い仕様になっていて、こちらのゴベラの剣は攻撃が当たってる当たってないに関わらず、剣を振っていると永遠にひるみます。こんな感じに素振りを続けてるだけで永遠に、あ、ちょっと移動してしまった。素振りを続けているだけでゴベラの剣は永遠にひるむので、1、2、1、2、1、2と振っていけば、ひるみ時間が永遠に延長されていくので、こんな感じに一旦で倒せます。このゴベラの剣の仕様はよくわからない。剣の振り方としては固定の神殿の中ボスのデクトードと全く一緒なんですけど、デクトードはひるみ時間がある関係で猶予2フレームという、かなりシビアな技を要求されたんですけど、ゴベラの剣に関しては、剣を振っていると、ひるみ時間がどんどん伸びていって永遠にひるんでいるので、そこまで焦らずにゆっくり、ボタンを入力していけば、誰でも倒せます。というわけで、スピナーゲットでございます。合計6個目のアイテムですね。スピナーはラストダンジョンでも使う結構有能アイテムです。あ、ちなみに砂漠の処刑場は、本来4つ目のダンジョンですね。まあ、本ルートでは、森の神殿、固定の神殿、雪山の廃墟、そして砂漠の処刑場。まあ、順番がおかしいような気がするんですけど、まあ、4つ目のダンジョンということには変わりはないですね。さあ、砂漠の処刑場のボス、ハーラジガント。第一形態に関しては、完全に運ゲーです。この猛者兵士が、どこに出てくるかっていうのは完全ランダムとなっているので、まあ、邪魔されない位置に出ることを祈りましょう。さあ、邪魔をしてくるのか。おっと、これは、頑張れば抜けれたかな。まあ、運要素はあるんですけど、今のはちょっとどうしようもない。痛い痛い痛い。
まあ、運要素はあるんですけど、ある程度は技術でカバーできるので、8割運、技術2割。第3ラウンドに関しては、バリアが出るので、誰かで反射して帰りたいんですけれども、これはちょっと無理かな。勢いが足らねえ。まっすぐ通って、誰かで反射して、根元に、ドン。で、この猛者兵士は、スピナーで倒せば復活しないので、まあ、極論倒しまくればガラキになるので、一応誰でも勝てるようなシステムにはなってます。さて、第2形態なんですが、第2形態は運は完全になくなり、実力 100% になります。こっから音ゲーが入るんですけど、自分の中で5を数えながら BGM で判断して3を数えます。5を数えながらその途中から3数えます。これが結構難しくて、1、2、3、4、3! ちょっとこれ、口で説明するのが難しい。ただタイミング合わせると、このようにいきなり落とせます。あとはジャンプ切り、回転切りを叩き込む。OK です。すべての白を言葉で表すと、1、2、3、1、4、2、5、3っていう風に心の中で数えます。これがなかなか大変。まあ、太鼓の達人とか、音ゲーが得意な人ならば、結構いけるんじゃないかな。ちなみに自分は音ゲー全く無理で、太鼓の達人は一番下の優しいしかクリアできません。ノルマクリアできません。当然、ハートの器は取らずに、次のダンジョンへ向かいましょう。さて、これで砂漠の処刑場をクリアして、限りの鏡一つ目ゲットですね。ここにありました。ただ、残り3つが分散していったので、それらを回収しに、他のダンジョンに向かいましょう。まず行くのは、天空都市。そのためにカカルコ村に行きましょう。で、天空都市なんですけど、天空都市は普通であれば、砂漠の処刑場の後に雪山の廃墟、そして雪山の廃墟をクリアした後、時の神殿。で、時の神殿をクリアした後に、幼馴染のイリアの記憶を取り戻すイベントを行い、イリアさんの記憶が取り戻り、世界各地を巡って古文書集めをして、こちらの石像を残して天空都市に向かうんですけど、まあ、当然そんなめんどくさいことはしなくて、もう良いので壁を貫通して奥に行きましょう。で、この大砲、ワープさせようとすると、だけどさっきからずっとあいつが見てるからなということで、誰もいないのに誰もいないのにミドナさんは見られてる視線を感じるらしいです。で、ワープを拒否られるんですけど、ここでワープすればなぜか運んでくれるので、このまま大砲を運びましょう。で、今行った壁塗りをすることによって、時の神殿、そしてハンマー、チェーンハンマーをゲットした後の雪山の廃墟のイベントすべて、そしてイリアさんの記憶を取り戻すイベントすべて、世界各地を巡って古文書集めするイベントすべて、それらをカットしました。なかなかとんでもねえ技ですよ。ということで、幼馴染のイリアさんは残念ながら記憶を失ったままエンディング向かいます。というわけで、天空都市です。7つ目のダンジョンです。普通は、ちなみに天空都市はスカイウォードソードのスカイロフトが何万年も経って廃墟となった場所です。天空都市は穴が開いている場所が多いので、 LJ 大活躍です。さて、中ボスのガーナイルです。ここをチェーンハンマー使うとうまいことキルできます。掴んだ後にチェーンハンマーを装備して、チェーンハンマーを長押ししながらポーズ連打、そして取り出したら1、2、3、4、5でバックステップするのでタイミングで、うまいこと当たればこのまま倒せます。ただちょっとここは運ゲーなので、運に、神に祈りましょう。無理だった場合は、もう一度クロを投げて、チェーンハンマーで呼び寄せます。で、運がいいと、ここでダニ形態飛ばせるんですけど、運が悪いと飛ばせません。これちょっと実はよくわかってなくて、HP 制は HP 制なんですけど、タイミングよく当てると、ダニ形態がそもそもいかないっていうバグがあるんですよ。今回ちょっとうまくいかなかった。というわけで、ダブルクローショットでございます。もう一つクローショットが入っていました。で、このダブルクローショットを新たなアイテムとして数えるのかどうかっていうところで賛否分かれると思うんですけど、今回のルートでは、新しいアイテムに数えない方針でいこうかなと思います。アイテム欄に上書き保存されてしまうので、まあ、新しいアイテムというより、現在のアイテムがパワーアップしたっていうアップグレード式かなと思うので、まあ、新しいアイテムには今回ちょっと含みません。ここも LJA で無理やり渡ってきます。いけるかな?いけ!よし!
さて、ボスのナルドブリアです。ナルドブリアは2つの行動パターンがあるんですけど、その行動パターンを1つに絞るために、こちらの柱の近くにいます。柱の近くにいると、後々中央にやってくるので、この辺でいいかな。中央に戻って、アイアンブーツを履いて待機しておきましょう。これで行動パターンは絞れているので、来るのは確定。あとはアイアンブーツを履きながら、クローショットで引っ掛けるだけ。そして、右奥に見えている柱を画面の中央にするようにカメラを調整します。そうすると、ムービー後に、そのまま角度が合っているので、素早くクローショットを柱に打ち込み、ナルドブリアに注目してクローショットを打つと、リンクの股間がドアップになり、第一形態これで終了でございます。第二形態なんですが、第二形態は少し特殊な方法を使います。炎を吐いてくるのをひたすら逃げ回らないといけないんですけど、それを特定の手順を踏むことによってブレスをキャンセルさせることができます。その方法は下から上にクローショットを打つと、なぜかナルドブレアはブレスをキャンセルします。なのでうまいことアイアンブーツを利用して、うまく下に下がりながら下からクローショットを打ち、炎のブレスを解除していきましょう。ムービー後はナルドブレアはそこら辺に飛んでいるので、まず落ちます。落ちて1回リスポーンすることによってナルドブレアの位置をリセット。そうしたら左上にアタック3回、1、2、3、でクローショット打つんですけど、できる限り端っこかつ左側で、ナルドブリアの声が聞こえたら打つ。でアイアンブーツ履いておいてください。そしてスティックを1、2、3、4、拭いたらクローショットするとブレスキャンセルします。あとは2回クローショットで飛んでいき、本体に向かってクローショット OK。 これをあと2回します。ただ最後の1回は行動パターンが変わるので、こちらもパターンを変えていきましょう。空中でアイアンブーツを抜いてアタック2回、アイアンブーツを吐きながらエイムを最速で端っこに向けて打つ。間に合ったかな。よし、やることは同じ、声が聞こえたら打つ。そしてスティックを1、2、3、4、拭いてからクローショット。あ、クローショット早すぎました、ごめんなさい。本来はこのような形で炎から逃げ回る必要があるんですけど、うまいこと下からクローショットを打つことによってなぜかブレスをキャンセルしてくれます。今回は失敗しました。そして第3段階はフェイントをかけてくるようになるので、これ1がよろしくないね。必ず右からクローショット打ち、いやーこれ1回で上いけるかな、届く、あ届くね。アイアンブーツを脱いで声が聞こえたらクロー、そしてクローを3回、1、2、そして3回で反対向きます。炎がピーハートにかかったらアイアンブーツ、そしてクローショット構えてブレスを吹いたらクローショット、これで炎をキャンセルできます。これでフェイントも対応していく。ちょっと2回目ミスったんですけど、まあまあまあ9大点 OK です。てかこれとどめさせばよかった。当然ながらハードの器は今回も取りません。鍵の宮殿あたりまでなってくるとね、結構ハート3つはきついんですけど、まあ回復しながら壺割って補給しながらやっていきましょう。そしてこれが陰りの鏡のかけらです。やったな、リンク。4つ目のかけらだ。そこ4つ目ですね。これで全てが揃ったぞ。うん、全て揃いました。ちょっとカットしたんですけど、2つ目のかけら、3つ目のかけらはそこら辺に落ちてたので拾っておきました。ちょっとこれカットしたんですけど、これどっからどう見ても4つ目のかけらですね、これ。やっぱこれメニュー画面には1個しかないのか。2つ目と3つ目スキップして最後の限りの鏡ゲットしても、こちらのメニュー画面には1つしか出ないのか。あ、いや、全部集めましたよ、当然。ほらね、全部ちゃんと集めたので、そこら辺に落ちてたので、ほら、これで全ての、限りの鏡のかけらが揃い、限りの鏡が完成し、戦王残党が進む、鍵の宮殿に向かうことができるようになったと。鍵の宮殿、8つ目のダンジョンです。はい。8つ目のダンジョンです。まあ、鍵の宮殿は特に新しいアイテムもなく、ただただ走るだけなので、パパって終わらせましょう。
戦王ザント。ザントは特殊で4連切りの最後だけすごいダメージ補正が入るので、4連切りの最後はかすらないようにしましょう。第1フェーズはディアババ戦。初回は真ん中固定なので置きブーメラン。4連切りの最後はかすらないように、それ以外は全然かすっても大丈夫。そして第2フェーズなんですが、これが少し厄介で、第2フェーズはゴロン鉱山の中ボスダンゴロスのフィールド、ちょっとここ知らないですね。で、第2フェーズは悠々にフレームのディレイを入れることによって一旦キルができます。1、2、ここでディレイ、3、4、OK です。こんな感じに悠々にフレームのディレイを入れることによってなぜか一旦キルができます。第3フェーズはモーフィールのイベント。ここでゾーラの服は着ておきましょう。やることは同じ、1、2、3、4。いや、まあ、ちょっとコマンドミスったんですけど、水中にいる際は剣の動きがすごい鈍るので、一番速い剣の動きをします。右、左、まっすぐ、下、これが一番速いです。1、2、3、4、これをうまく当てていきましょう。地上でもこの技が最速なんですが、この技速すぎて攻撃がね当たんないことが多いんですよ。ただザントに関しては当たってくれるので、地上でもしっかり今の4連撃は与えていきましょう。右、左、まっすぐ、下。そして第4フェーズは森の神殿ウークの場所。ポーズを押してアイアンブーツをチェーンハンマーに変えて、強制的にアイアンブーツを脱ぎましょう。そしたら最速でこちらの柱に向かって落とします。そしてジャンプ切り、回転切り、最速の1、2、3、4、アタック2回で、ここでチェーンハンマー1、2、3で落として、1、2、1 1個空振ったけど、これが最速ですね。そして第5フェーズ、フリザーでのボス戦フィールド。ここも知らない場所ですね。で、ここでチェーンハンマーが必須になってくるので用意しておきましょう。1、2、3、4。ここは4連撃の最後を2回当てることによって終了します。なので最速切りは特に必要ないですね。まあ、最速切りが必要なのは第5フェーズのみ。1、2、3、4。そして第7フェーズ、ハイロール城、これが最後のフィールド。ここが難しくて、一発ダメージを与えると逃げてしまうので、うまく3連切りを空振って4連撃の最後を当てていきましょう。タイミングは2秒を置きます。少し前に行きながら2秒。1、2、1、2、3、4。1、2、3からぶって4で、ベイブレードが来るので回転切りで弾く。そしてタイミング見て1、2、3、4を当てていく。 OK。 これがねなかなか難しいんで、うまいこと4連撃の最後を当てることによって3発で倒せます。ちなみに完璧なムーブを出すために20回ぐらいやり直しました。ここは本当に難しい。特に第2フェーズのダンゴロスのイベントというか、ダンゴロスの言うようにフレームのディレイと、最終段階の4連切りの最後を3発当てるっていうのが特に難しいので、これを決めるのに20回、30回ぐらいやり直しました。というわけで、鍵の宮殿終わりでございます。じゃあ、ラストダンジョンである、ハイラル城を向かいましょう。ハイラル城、これがラストダンジョンになります。まあ、特にアイテムもないので、パパっていきましょう。何気初めてのタートナック。後ろに回って、4、5発。後ろに回って、1、2、3、4、5、6発。そしたら、あとは、適当にジャンプ切り、回転切りとかを使うだけ。ちょっと、そこは空振らないで。1、2、3、4。で、ジャンプ切りで体勢を崩し、1、2、3、4。OK。特に奥義も持ってないので、この方法がいいかな。そして、あそこのタートナックなんですが、ここ実は、あそこの、クローショットの的に引っ掛けるとスキップできます。これはちょっと間抜けすぎるな。まあ、なぜボス部屋の隣にこちらのクローショットの的があるのかというと、まあこのアイアンナックじゃなくてタートナックをスキップするためと、そういうことです。というわけでラスボス4連戦やっていきましょう。大魔王ガノンドロフ、強そう。ガノンドロフはジャンプ切りの後に回転切りを出すと特殊なダメージ倍率になって大ダメージが与えることができます。なのでそれを3回繰り返せば倒せます。いやーズが空振った。回られても
後ろに回りましょう。後ろにいるとね、蹴りしか死んでこないんですよ。ほら、アホでしょこれ。一応ね、ガノンドルフは近くにいると蹴りをしてくるんですけど、その近くにいるっていうのが、たとえ真後ろであっても蹴りします。アホです。アホです。なので終わりです。というわけでお疲れ様でした。というわけで最低限アイテム入手クリア、お疲れ様でした。最終的なアイテム画面はこちらでございます。全部で 1,2,3,4,5,6,7 個ですね。まあ、釣り竿とかホークアイとか陶器の馬場とかはあまり使わないアイテムなんですけど、まあ、弓やパチンコ、爆弾、その3つを取らずにクリアできるっていうのはなかなか頑張ってルートを組まれてるなっていうのは実感しました。特に爆弾が必要な場面で結構多くて、まあ、必要な場面が多いんですけど、まあ、それぞれ壁抜けであったり、先にチェーンハンマーを取りに行くことで解決したりとかして、そういった面で代用することができたので、良かったんじゃないのかなと思います。まあ、その他にもコピーロットとかも取ってないんですけど、まあ、コピーロットは正直、ダンジョン以外ではあんま使わないアイテムなんで、てかもう、時の神殿入ってすらないどころかも、時の神殿イベントすらやってないね。一応これ以上アイテムを削ることって実はできなくて、カンテラは当然必須、ブーメランも悪さに必須。まあ悪さじゃなくても、まあ絶対取らないと、まあディアババは倒せないので必須。アイアンブーツも天空都市、そして古典の神殿で使います。そしてクローショットはもちろん必須。スピナーは砂漠の処刑場、元いハイアラル城でも必要になってきますし、チェーンハンマーはこれがないとザントが倒せないと。アキビンは取らなくてもクリアはできるんですけど、アキビンのおかげで弓矢と爆弾という2つのアイテムをカットすることができるので、これがあるとアイテムを1枠減らすことができると。以上になるかな。こうやって見ると3分の1ぐらいのアイテムしか入手していないけど、うまいことルートを組めば、こんな感じに最低限のアイテムでクリアすることができます。よかったらね、同じルートを走ってみてはいかがでしょうか。というわけで、お疲れ様でした。